皆さんどうもドラゴン TK です。ではね、今回からしましたよ、エンチャントアームやっていきましょう。一応ね、プレステ4とこのプレステ3がね、スマホのゲーム混同でね、ゲームタイトル54縛りというものをやっております。今はね、新しいとこに来たんでね、新しいとこというのもね、やっていきたいと思います。よし、ニューゲームじゃん。ゲームオプション、オプションの設定をします。おい、サウンドオプションちょっとね、おい、危ない危ない危ない、60ね、多分ね、おい、ちょちょっと待ってよ、マジで、ちょ、そうやね、この感じ60でいきましょう。多分これぐらいでね、声通ってると思いますんで、いや、もうちょっと下げるか、55ぐらいいいかな、全部ね。よし、じゃあこれでいきましょう。終了、変更しますか、 OK。 ゲームオプション、画面の明るさ、うわ、明るっ、これないわ、これはさすがに、おい、暗すぎる、60やね。テキスト表示、もう一括で表示しましょう。カメラ上下操作はノーマル、リバース、あ、ノーマルの方が良さそうやね。じゃあ終了、 OK、 変更します。で、決定で、じゃなくて終了OK、 これでいきましょう。いやー、久しぶりに PS3 触ったんでね、ちょっとプレステ4のそのコントローラーの感覚とね、ちょっと違うんでね、ちょっと手がこそばゆい感じがしますが、やっていきましょう。なんかほんまに久しぶりに触ったんでね、でも普通に、おお、何や、あパーやろ、あ、いいやろ、身が怒っている、なんかちょっと意識朦朧としてるって味、あ、誰か女の子倒れてるちょっと、倒れてたね、どうする倒れてたらどうする、もし目の前でね、目の前じゃなくてもね、歩いていたところで先に女の人が倒れてたらどうしますか、ね、今からおよそ1000年前に作り出された超強大な力を持ったゴーレム、ゴーレム、それがデビルゴーレムと呼ばれる存在だ。おう、存在、ほら、アツマ、コウ先生に見つかっちゃうよ、アツマ、ダメだありきたりなことないよ。デビルゴーレムなるものが本当に存在したのかどうかはエンチャント学会でも諸説あり、エンチャント学会、未だはっきりはしていない。おお、呆れた、呆れたかねえ、トウヤ、そんなやつほっとけばいいのよ。これちょっとお姉かだけど先生に見つかったらさ、さすがにアツマでもかわいそうだよ。デビルゴーレムの軌道には通常のゴーレムとは違い、魔導器と呼ばれる装置が必要だと言われている。へえ、かわいそう、そんなの自業自得じゃない、言い方気持ち悪いそれではここまでの復習を兼ねて、この後はエンチャント実習を行う。横来たよ、わかったかな、妻くん。え、なに、なに、あー、ダメだこれ、なに、なになに、なに、なに言われても。妻くん、君は実習は好きなようだが、うん、どうやら私の講義を聞くのは苦手なようだ。あ、そういうやつおるわな、たまにな。はい、ついねうじゃくなっちゃうんですいやー先生の講義ってなんか眠くなっちゃうんですよこれ言ったらあかんやろ言ったらあかんやろへへへじゃないよ、うん、君はバカがつく正直者だ。ああ、分かってもらえた。そうですか、いやー、照れるないや、褒めてないよ。さて、それではアツマくんも目を覚ましたようだし、実習に移ろうか。アツマくん、はい、
今日は君に実験台になってもらおう。教団の前に来たまえ。はいはーい。はいはい。ダメだ、つまり。これから君にやってもらうのはゴーレムの機能把握のための実習だ。ほう、ゴーレムの機能把握。ゴーレムの自己防衛機能および緊急時の行動原理について体験するのが実習の趣旨になる。趣旨になると、つまり要するに君はこのゴーレムと戦ってくれれば良いのだよ。ゴーレムと戦うんだ。先生、ややこしいこと言わずに最初からそう言ってくれればいいじゃん。そういうのは俺むちゃくちゃ得意だぜ。アツマ、君は戦闘のやり方について説明が必要かね。あ、俺、まあ、エンジョンとも初めてするから。はい、必要です。よくわかんないんです。君は居眠りばかりしているから。悪かったね。覚えていなくても仕方ない。居眠りばかりってな、お前は。はい、何でしょう先生。アツマ君に戦闘の基礎について説明してくれたまえ。お、はい、わかりました。ありがとう。ワンリーナー、トウヤ、よろしく頼むぞ。ほほ、で、どうなの。おー、そういう戦闘に入るパターン。これはスターオーシャンと似てるね、ちょっと。入るパターンはね。戦闘シーンはわからんけど。もう決定。チュートリアル、戦闘にわからないことがあるよ。ロックチュートリアル、スイカしっかり学んでいってね。それでは知りたい項目を L で選んで、まるで決定してみてね。戦闘の流れについて、このチュートリアルでは戦闘の流れについて教えるよ。今いる場所はフィールドと呼ばれるし、戦闘はここで行われる。フィールドはグリッドと呼ばれる機構で区切られていた。で、攻撃も移動もするのに全てこのグリッド、グリッドチャリティアを作れるよ。フィールドは手前と上が分かれているけど、僕のフィールドに配置されるのが敵、手前のフィールドに配置されるのが味方になるんだよ。だからね、戦闘を味方に指示を出して敵を全滅させれば勝利。逆に敵に全滅させられると敗北になるね。勝利すると倒す敵からいろいろなものを獲得できるよ。レベルアップに必要な経験値、スキル習得や成長に必要な SP、 アイテムなどを購入するときに必要なお金、タブレットに持ってくるのかな。タブレットなんだ。端末やろ。どれも1年前のエンジャーってあれなのに必要なの。明かりさ、次に自分たちが全滅した時にはそれ以上戦うことができない。そうした状態で君はどういうのか、日本版のグリッドの要選択肢の戦闘を最初からやり直せるから、不祥以上に不可に怖いないけど、無駄な姿を探して知らせたりとかなければ、しっかりと腕を磨くことだね。戦闘の流れが分かってきた。それじゃこれで進み終わるよ。画面情報についてちょっと俺発音しっかりせよ。このチュートリアルでは画面に表示されるさまざまな情報の名称の意味について説明する。情報を理解し活用できる者だけが勝利者となれるんだよ。しっかりと理解するんだよ。それではキャラクター選択と移動選択時に、画面の表示下に情報の見方について教えるよ。ここにパーティー全員の重要な情報が求められているから、戦闘で負けたくないならしっかり内容を書くまにいただきます、ね。カメラ切り替えで表示されている情報にどんな意味があるかわからないかもしれないけど、順番に説明するから一つ一つ理解していこう。赤い炎のアイコンが見えるかな。ああ、それな。これはキャラクターの属性を示しているんだよ。属性で敵の攻撃に対して相性がいい、または悪いがあり、相手の弱点をつく、次の属性で攻撃すると相手のダメージが増えるし、反対に敵が得意とする属性で攻撃してしまうとダメージが減ってしまう。属性は水火風、光闇があり、闇は闇やつ。地と風、水と火、火、水と火、炎や、それでいいか。光で闇がついとって、まあそれは知っとる。弱点を使えることがないよう、敵との相性を常に注意する必要があるからね。属性アイコンの隣はキャラクターの名称が表示される。まあ名称は名称さ、カズマならアズマさんが表示されるよ。まあそれはそうやん。
ダンベルの表を左側に貼る現象に月を示している。HP をダメージを受けると変形できる。L になると行動不能になる。それはわかる。見たらわかる。行動不能になったキャラクターは、キャラクター以外に復活させないと戦闘から離脱してしまう。離脱しても、そのキャラクターが永遠にいなくなってしまうことではないけどね。HP の隣にあるもう一個のゲージは月を示しているよ。EP ね。スキルね。スキルを使うときに消費するもので、使用に必要な使用に利用しても使えないとスキルを使うことができない。スキルが使えるか使えないかは障害に直結するから、EP にそれを注意しておく必要があるね。あと HP と AP は戦闘を有用する自動的に最大まで回復するからね。いいね。必要以上に HP の残量は気にすることはないし、EP を節約することもないからね。さらにもう一段下にあるゲージが、あれな、連携ゲージだよ、ね、連携ゲージは連携攻撃を発動するミッションだね。連携攻撃については別のチュートリアルで教えるから、今はこれくらい必要か。マジか。キャラクター情報の一部にあるゲージは EX ゲージか。このゲージが最大まで溜まると、連中のスキルになるゲージがまた EX を使うことができる。選択え、何これ。今アツマにカーソルを合わせてから丸を押してアツマ選択した状態にしたよ。俺のやつは違うよね。びっくりした。表示されているものが変わって選択したキャラクターの行動になったのが分かったな。この状態で選択したキャラクターに行動を指示するので、それではさっきのように一つ一つ行こう。上から2段目をキャラクターの実践で消費 HP の右が消費されている。その上から並んでいるのがキャラクターが選択できる行動。行動全部でアイテムできる EX があるけど、今回はスキルに分析するというのについて教えよう。特にスキルに分析するという情報を取りから特性タップアイタイプアイコン A 消費 B 消費 A EP で EP EP は使えるやつか。特性はキャラクターだけではなくスキルにもあって、水化闇の属性の光属性がないの全部で7種類があるのどっちが安くそれぞれに追加の属性があることは前にも説明したけど、属性の初めでスキルには追加の属性がないから常に安定した威力を発揮できるんだ。タイプアイコンはそのスキルの大まかな範囲を分かり、初攻撃の威力補助の回復を受けることができる。直接的なパンチや効果を発揮できるようにするスキルで、エーテルの炎や霊気で敵を攻撃するスキルだ。補助は16分状態でチャリメの力を拡大するスキルだし、回復は味方の HP や IP を回復したりするスキルという場合にそれだけで役割が分かるようになっている。例えば、彼女のキャラはスキルの練習で、AP はそのスキルの威力を、威力ない。なるほどね。そのスキルが攻撃系なら攻撃力を表す。で、回復系なら回復力。スキルが持っているパワーの方法なので、PB の総数が基本的にそのダメージ量になり、また回復になる威力が増えます。特定値の右側の総数がそのスキルが消費 EP 量になるので、それは分かる。それは分かってるな。それはいろんなゲームやってるので、知ってますよ、そこは。さすがに。PB は分からなかったけど、威力っていうのは。あとビルの赤いクリップがあるのが分かると思うけど、これはスキルの効果範囲、そうかな。なるほどね。 OK、 それじゃあ進めよる。移動と行動について、このチュートリアルでは戦闘の行動の行動のやり方を全然説明する。まずは説明して動かないといけないことについて、指示を出したいキャラクターを決定することになる。指示を与えた
えてキャラクターを選択したら次は移動したい先にキャラクターを見分けていって移動できる範囲はそれぞれキャラクターの国を使っていて青色に立ったクイックドスのキャラクターが向こうで確認を示しているクイックドスを使用して2名のキャラクターが移動できるには移動することができないから注意する移動できるかそれは分からなそこは分からなさすがに何どうなるどうなるやえナイスピア ちなみにもし要請を間違えて決定してしまったらまずやり直すことができるそうも重大移動する位置を決定し終わったら次は決定を行う画面出るか表示情報が変わったことに気づいたかいえキャラクターの行動できるカテゴリーはスキルを使うX を使うアイテムを使うこの3つに分けられるカテゴリーを組み替えたいなら L の左右に動きを動かせばいいしカテゴリー内のものを選択したいなら L を上下に動かせばいいなるほどねほうほう理解した理解したそれはまあ分かるわそれでは早速進みしてカテゴリー内のスキルを選択とだ、アツマ君。おい、見たか、トウヤ。どうだ、すげえだろ、俺。うん、すごいすごい。殴るだけでゴーレムを行動不能にできるなんて。すごいな。だろ出たわよ、単細胞。アツマ、単細胞発見。さて、アツマ君も満足したようだし、今日の講義はこれまでにしよう。実習でやったことは、各自実践練習しておくよ。特に集まる。はーい。俺実践は大好きです。ですか。まったく。授業もこれくらい熱心に受けなさいってのよ。この単細胞が。確かに。まこと。それだと集まじゃなくなっちゃうから。そうなん。俺どうも教科書とか魔術式って見てると眠くなるんだよ。
体質かな。体質ではないと思う。はあ、そんな体質あるわけないじゃない。そんなだから落ちこぼれんのよ。落ちこぼれてんねや。あんたがエリートのトーヤのそばにいるとトーヤの格が下がるのよ。トーヤってエリートなの。まあまあ、確かにアスマはいつも授業中寝てるけど、だけど時々すごいエンチャントをするんだよね。そうなん。まぐれよまぐれ。だいたい教科書に載ってないやり方よ。え、教科書に載ってないやり方。なんなの、結果的にうまくいっているだけじゃないのよ。もうどうやったら。のんの、認めちゃダメよ。職場でもこと。そうか。ついに教科書を超えたか。ああ、やっぱ俺って天才じゃない。ああ、天才馬やな。もう笑うしかないっていうな、そうや。ある意味ね。ある意味ね。さーて、ね、そんじゃ授業も終わったことだし、昼飯食うか。そうね、カフェテリアに行きましょう。もうカフェテリアに行く。カフェテリアはこの大講義室から廊下に出た、出た後階段を下に降りたところにある。階段を下に降りたところね。いや、どうや、そのくらい俺だって覚えてるぜ。アツマは忘れっぽいから一応ね。忘れっぽいやるもん、単細胞やもんな。とにかくカフェテリアに行こう。要は体育とか実習、要は理科の実験とかな、そういうな、あんまり何も考えへんでいいようなことが得意なんやな。そんな気するわ。カメラ固定。あ、そういうことか。おお、なるほど。三角でメニュー開くと、あ、ちょっと一旦セーブしとこうと思ったけど、ちょっといろいろ見ていきたいよ。あ、ちょ、間違えた。ビッチャーの名残が残ってしまっている。習得スキル、ない。まあそれはないわな、レベル1もな。さすがにまだレベル1もな。成長マッチは武器。あ、ここで武器か。なるほどね。ボンナックル、あ、ナックル系やんやん、やっぱナックル系なんやん、やっぱ。え、どこから出れるねや。ちょっとおいな、いろいろ押していくよ、一応。ああ、なるほど。スタートでマップが表示される。なるほど、理解した。なら、あとはさーて、昼飯。アツマ、少しいいか。が、やばいよ。君の右腕のことなんだが。右腕？ 2、3 日後に興味深い研究成果を伝えられると思う。ほう、はい、ありがとうございます。面白い研究成果、何それ。あれ、あ、ここはアールさん使えるんや。もうここ降りてすぐやね。じゃあ行こう。で、それ見て今回は終わりにしましょう。エンチャントアームね。うげ、アツマだ。うげか。マジか。こっちに来る気か。こっちに来る気か。どんだけ嫌がられてんのよ。どうしよう。アツマの右腕に触れるとエーテルを抜かれる。エーテル抜かれる。トーヤ様よ、いつも素敵ね。あー、女子には人気ない。本当、こっちに来ないかしら。周りに流されやすい。トリプル A メンバー、トーヤ様。ダメだ、トーヤ。たく、なんでいつもトーヤばっかり。まあそうやな。まあまあ、アツマ、エリュートやもん。とりあえず待っててあげるから昼食を買ってきなよ。ん？お前は買わないのか。トーヤの分は私が用意してるからいいの。え、何それ。ぐずぐずしないでさっさと買ってきなさい。えいえい。料理する男性のほとんどがお姉ってわけじゃないですか。たまにお兄があるんだ。いや、たまにはあるんだよ。さーてと、ご飯何食べようかな。こいつアホやろ、ほんま。うむ、
むむ胃袋がさっさとカウンターに行って今日のランチメニューを聞けと言っている。あ、胃袋には逆らわない方がいいな。アホなやつや。やっぱ注文カウンターへ早く行こう。ちょっと見てて、ちょっとあんまり、ええどこにおる、こいつか、わこいつか。あ、うちも南正面カウンターへということを言いますね。南正面カウンターってどこへねん。こいやねん、こっちか。知らんもんな、俺はこれ初めてやねんから。ここか、あれどこじゃい、ここか。いらないになさいますか。あー、なにこれ、イーランチ、イーランチ、じゃあイーランチ、はい、エンチャンター妖精ランチですね。少々お待ちください。おう、待っとくよ。お待たせいたしました、エンチャンター妖精ランチになります。いいランチってのは、エンチャンター妖精ランチ。おーい、よし、昼飯も買ったことだし、トウヤたちのところに行くか。うん、行きましょう。これって走られへんねやな。これもう走ってる状態から、ね、リーダッシュできんねや。話すよ、待たせたな。いいランチ、集まらしくないね。集まらしくない、そうなの。僕の記憶が確かならば、これはエンチャンターを養成するために必要な栄養素をバランスよく盛り込みましたという触れ込みで、実はただの野菜炒め定食という非常に紛らわしいメニューだね。あ、そうなの。あらあらあら、そんな紛らわしいのを頼んじゃってかわいそうかわいそうマジかわいそうにそれに引き換え、このラブマコトランチはすごいわよ。うわ、いやいや、ちょっと鳥肌がやばい、出てきた鳥肌。へえ、すげえ、うまそう。いや、いらん俺、物欲しそうに見ててもあげないわよ。いや、欲しくないです俺は。まあまあじゃあご飯にしようか。やばい、マジでやばいって。食った食った、満腹みたいね。ああ、もう食えねえ。熱まい。そりゃ、私のお弁当にまで手をつけたんだから。そうなん？てかその前にさ、これエンチャントームのキャラ濃すぎね。さぞお腹いっぱいでしょうよ。これかかって、うん、何を怒ってんだよ、余ってたんじゃん。私がトウヤのために朝早く起きて作ってきたのに、厳選3階の幸ちらし寿司も、ホタテぶどう酒蒸しだけクリームソースも、愛のまことソースがけオムレット、ピンクピクルス添えも、こういうの俺嫌やわ。ちょっとほんま買いなってくる、ほんま。デザートのメランコリーレアチーズケーキも、うわうわ、デザートもデザートでしょ、これはほんまやばいって。あんたなんかに食べさせるために作ったんじゃないんだから。これツンデレか、俺の積んでるか、気づかないし。まあまあ、僕だけじゃあんなに食べられなかったんだけどさ。もう、トウヤがそう言うんなら許してあげて。いやいや、気持ち悪い。ありがたく思いなさい。ああ、ありがとうありがとう。やっぱさ、学食なんかより誠の弁当ははるかにうまいって。当然じゃない。これじゃねえなあかんな、これは。私のラブランチにはトウヤへの愛がたっぷり込められてるもの。ああ、それはすげえや。それよりトウヤ、まあさらっと流したね、アツマのくせに生意気よ。お前出てくんな。トウヤ、今日何の日か知ってる？今日はアツマの誕生日だね。あ、そうなん？そうそう。って、いや違うから。違うから。こいつアホやな。じゃあ誠の誕生日だね。トウヤがそう言うなら、今日から今日が私のバースデーよ。意味わからんし。We change my birthday。いや。いやいや、それも違うから。それも違うから。わかってるよ、朝から横浜シティのあちこちでお祭りの準備してるからね。は？横浜シティ？いやでも気づくよ。そうそう、お祭りお祭り。それでな、待った、あんたのその表情、絶対何かよからぬことを企んでる顔だわ。とや、年に一度の祭りなんだから一緒に遊びに行かないか。
緒に遊びに。それは構わないよ。それじゃあ授業が終わったら。それじゃあ大して遊びないだろ。だから、午後の授業サボっちゃおうぜ。あ、典型的なバカなやつやね。何言ってんのよ。でかい声出すなって。年に一度くらい授業サボっても神様だって許してくれるって。アツマは週に何回もサボってるような気がするんだけど、うん、細かいこと気にすんなって。どうだ、トウヤもたまには。何言ってんのよ。マコトには言ってないだろ、うん、なんであんたはいっつもトウヤをこういうことに引っ張り込もうとするのよ。お前はトウヤの何なんだよ。保護者か何かか。ほんまや、それが嫌よ。保護者じゃない、愛の使徒よ。いや、それが一番嫌やわ。私はトウヤという。それが一番嫌やわ。天使が堕天使になろうとしているのを見過ごせないの。午後の授業をサボるだけだろ。大げさなんだよ。何が天使だ、アホか。お前アホか。アホですって。キリッ、キリッ。マカトが変だった。ほら、もう二人ともやめにしようよ。僕が恥ずかしいから。品が下がるな。はっきり言ってやってよ、トウヤ。お祭りなんて行かないって。いや、行くもんね。行くよな、トウヤ。なあ、行くって言えよ。完全に強制やんか。まるでダダッコだな。ほんまや。分かったよ。今日だけだよ、アツマ。まったく、トウヤは優しすぎるのよ。嫌なら嫌ってはっきり言わないと。こういう鈍感なやつは分かんないんだから。だけど幼なじみだからっていうか、こういうちょっとわがまま坊やなところもアツマらしくて結構面白いんで。こいつ分かってる、たしなめてる。悔しい、私もトウヤに面白がられたいわ。面白がられたいのか。羨ましいか、マコト。何これ、ほんま。さてと、お祭りに行くんなら商業区に行かないとね、うん、その前に一つ用事を済ませてもいいか。ああ、お昼ご飯だね。は？そうそう、あいつにお昼をやらないと。あいつ？じゃあまずは風作閣の方へ行こうか。カフェテリアの東の方だね。あ、うんうん。じゃあ今回はこれぐらいですからね。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録とツイッターアカウントをよろしくお願いいたします。一応ね、ツイッターの URL はね、概要欄のところに載せておきますので、もしよければそこから飛んでフォローお願いいたします。では、さらば。